アイルランドウェスト空港の地図アイルランドウェスト空港はアイルランドの名誉県、チャールズタウンにある国際空港。空港コードは NOC。アイルランドウェスト空港はアイルランドの名誉県、チャールズタウン中心部の南西 5.6km ノックの北 20km に位置する国際空港である。2017年には75万人の利用客を記録しダブリン空港。 航空空港、シャノン空港に次いで、アイルランドで4番目に利用客数が多く、アイルランド島では5番目に多い。空港名の表記は他に、などがある。1985年10月25日に、ローマへの3機のエアリンガスのチャーター便で開港した。正式な開港は1986年5月30日であった。湿った地形の丘の上にあり、 空港を建設するのは非現実的であると考えられていた。建設当時の主な動機はノック制度への巡礼者であった。霧が多すぎるとの批判にもかかわらず、モンシニオール・ジェームス・ホーランは、主に政府による980万ポンドの助成金で、5年以内に空港を建設した。モンシニオール・ホーランは、空港の開港直後に死亡し、葬式は当時名付けられていた。 ホーラン国際空港で行われた。2013年5月5日にモンシニオールホーランの銅像が空港付近に建てられた。1988年までに10万人以上の乗客が利用した。アイルランドのフラッグキャリアであるエアリンガスは1995年にバーミンガム線で東空港に就航した。2003年以降、エアリンガスマイトラベル航空。 海ベイビー、ライアンエアー、エアーアラン、フライビー、ルフトハンザドイツ航空、EG ージ,ージェットなどがイギリスとヨーロッパ本土への路線を追加した。2005年までには年間50万人の利用客を記録した。2006年と2009年にアイルランド商工会議所により、アイルランドで最も評価の高い地域空港に選ばれた。 2007年5月にニューヨークとボストンへの大西洋横断路線が予定されておりフライグローブスパンが運行していた2008年には過去最高の62万9000人の利用客数を記録し前年比で13%増加した2009年4月にカテゴリー2の景気着陸装置を設置したことで視界が悪く空港は海抜200メートルにあるため 他の空港への迂回便の数が大幅に減少した。同年8月は3年間で最も忙しい月で8万1000人の乗客が利用した。8月28日に利用客数は4500人を超え、東空港の歴史上最も利用客数が多い日となった。さらに2011年8月に8万4052人の利用客数を記録した。 2011年はこれまでで最も利用客数が多く65万4553人の乗客が利用した。この年はライアンエアーが運営するランサローテ、テネリフェ、グランカナリア、およびフライビーが運営するエディンバラへの路線が始まったからである。2011年9月、ライアンエアーは空港を利用する400万人目の乗客を祝い、 ルフトハンザドイツ航空は2012年5月にデュッセルドルフへの週1便の飛行を開始すると発表した。2011年11月、ライアンエアーは2012年3月からパリ、フランクフルト、ベルガモ、ジローナへの運航を発表した。2012年1月にフライビーがリーズへの運航を開始することにより、20路線目となる予定路線が発表された。 ウミベイビーは2012年5月にインターナショナルエアラインズグループによる航空会社の買収により6月10日からバーミンガムへの唯一の路線を廃止することを発表した。ライアンエアーのパリとフランクフルトへの路線はその後終了した。2013年ライアンエアーは毎週木曜日にマラガへの下記路線を発表した。10月26日に ATR72 で 毎日運行していたバーミンガム線を引き継いだエアリンガスリージョナルは道路線の運行を廃止した。フライビーは10月27日に週4便で道路線の運行を開始した。2013年10月31日、アイルランドの旅行税の廃止に伴い、ライアンエアはノックからムラス号、カウナス、アイント方面への運行を発表した。しかし、 すべての路線が2014年の第4四半期までに撤回された。2015年8月16日、エアディンガスはニューヨーク大司教のティモシー数期ドラ団と並んでニューヨーク大司教区の一員とともにボーイング757から200でアイルランドウェスト空港にとって最初の大西洋横断飛行を運航した。その後、ニューヨーク大司教は翌週、島全体をツアーした後、 ノベナを実地した。2018年8月26日にローマ教皇のフランシスコがアイルランド訪問の2日目にアイルランドウェスト空港を利用した。2020年2月20日、AL フランスが引退した最初のエアバス A380 が解体のためドイツのドレスデンから到着した。エプロンから見た。 ターミナルビル空港のターミナルビルは主に総額98億5800万ポンドの政府助成金によって賄われていた。空港の完成は欧州連合からの130万ポンドの助成金によって賄われ、空港開発者の資金から同等の金額を提供したことを条件として支払われた。2007年2月21日、 アイルランド政府は2700万ユーロの資本供与を行っていると発表した。空港は4600万ユーロのインフラ投資の実施を継続し、2008年には2000万ユーロ以上の支出が見込まれると述べた。同年、数々の重要な土木及び建築系計画の作業が始まった。2009年4月にターミナルビルへの550万ユーロの増設が完了した。 視界が悪い際の信頼性を高めるために滑走路27にカテゴリー2軽機着陸装置の実装が完了した。滑走路安全区域と滑走路のターニングパッドの拡張は2009年3月に完了した。12歳以上の出発旅客は10ユーロの開発費を支払う。この料金は空港の継続的な持続可能性に重要であり、 開発作業をサポートするための重要な資金源としている。2005年に空港の名称がアイルランドウェスト空港ノックに変更された。2009年8月の時点で航空情報出版と欧州航空公法安全機構の航空図には東欧空港がアイルランドウェストと示されていた。2020年6月現在の就航都市は以下の通り。小松野は 格安航空会社空港は国道 N17 号付近ゴールウェイとスライゴの中間にある。また国道 N5 号のウェストポートロングフォードロード線にも至近である。空港には1500台を超える短期及び長期の駐車スペースがある。キャッスルバーとバリナはどちらも3 8トル離れており、 スライコまで 54km、ゴールウェイまで 89km、ダブリンまで 220km の距離である。空港へは、以下のバスエールの路線が運行されている。2020年現在、アイルランドウェスト空港への鉄道路線はない。最寄りのアイルランド国鉄の鉄道駅は、バリーハウニス、フォックスフォード、クレアモリスであり、各駅ともタクシーとバスで接続されている。 タクシーは到着口の外にあるタクシー乗り場から利用できる。アイルランドウェスト空港にはバジェット、エービス、ヨーロッパカー、ハーツなど多くの国際的なレンタカー会社がある。ありがとうございます。